Hey, welcome back. Yeah, we're just gonna chill. See if we can progress the story. Oh man. I'm not even at the end. I think this is just the beginning of chapter 3. It's like 3-1, I think. So at least it's halfway through. Well, sort of. On note, I did build something interesting. Let's see. Oh, there you go. It's, I built a test bench since me being a collector. I do like ordering some rare goods or like, you know, something that you can't actually buy on the market so easily. So I don't know, I might put it on my channel, on my YouTube channel, so go follow there. But yeah, it's gonna be interesting. I'm kind of curious on how it performs, since it's, well, I'll say it now. It's essentially the 30 or the 4750, I believe, 4750G Ryzen. It's a 6-core processor with a graphics, an IG into it. So I'm curious to see how the performance is when it comes to that. So yeah. Pretty excited for that. I already have my motherboard. I got a Noctua low profile cooler as well. So we should be good on that. Is strong as fuck. Out of curiosity, oh. Fatalizes. Oh, that was, I think that's when, okay. So that's more for hunts, I think. First for today, gather some XP. Oh boy. I think it's on this cliff. Oh boy. No. Swear to God, it was here. See? I can't.
We'll see. We'll see. Come on. Come on. Yeah. 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 All right. Time for murder. Oh boy, that was a pretty high drop. Should be one more. EJ is now the best waifu. Holy hell, look at those stats. Fight in here.
weird. We have to do the weird jumps again. Come on. The fuck? Alright. Should be here, I think. Okay, it's in this weird arena place. There you go. Let's go, boy. Come on. また来たのか。今回は別に尋ねたいことができました。その首飾りについて教えてくれませんか。前にも言ったじゃろ。これは皇帝家に仕えている頃にもらったものじゃ。一体誰からもらったんですか。なぜそんな質問をするのじゃ。私たちは今カヨーデノーランガルスのご子息アロードについての情報を集めています。 その過程でアロードがかつてその首飾りを身につけていたことを知ったのです。首飾りなんぞいくらでも種類がある。アロードさんの似顔絵に書かれていた首飾りがまさにそれと同じだったんです。おじいさん、教えてください。子供たちの命がかかっているんです。 わしはアロードノーランガルスの孫じゃ。孫ではやはりその首飾りは。そうじゃ。この首飾りはカヨーデ様からアロード、アロードからわしの父へ渡り、そして父からわしへと渡った。すでに知っておるとは思うが、 わしの祖父は跡目争いに負けて城を追放された。その後、祖父と父は皇帝家の人間であることを隠し、この地で暮らし、この地で死んだと聞く。ただ、祖父は早死にだったらしく、
父はそうだったんですね。では聞かせてもらおうか。なぜアロードに関することを調べておるのかを。 信じられないかもしれませんが、火曜でノーラン・ガルスが生き返りました。彼女はアロードを教育し、次期皇帝に育て上げようとしています。しかしアロードが見つからないため、代わりに子供たちを各地で誘拐しているようなんです。火曜でから子供たちを取り戻すには、アロード本人を見つけるしかない。そこで彼を探すことになったんです。 やっぱり信じられませんよね。しかしキリト、カヨーデには何と伝えるのですか。アロードがすでに死んだという話で納得するでしょうか。納得してもらうしかないさ。問題は子供たちをどうやって助けるかだな。こいつを使え。それがあればカヨーデ様もお主らの話を信じるじゃろう。 僕たちに首飾りを貸してくださるのですか。お主らの話は荒唐無稽じゃが、カヨーデ様が教育熱心だという話はこの地に伝わっている。その点においてはお主らの話は正しいのかもしれん。おじいさん、お借りします。ありがとうございます。 I actually didn't care to listen. Funny enough. You know what? Let's just do quests, so. Ooh. We'll move on. Yeah, first, let's, Yeah.
戻ってきたか、わらわの。わらわのアロードはどこだ。アロードは。アロードは死んだ。貴様、この後に及んでわらわを愚弄する気か。悪いが事実なんだ。そんなことはあってはならぬ。アロードこそがわらわの生きがいなのだ。 一体なぜわらわが知らぬところでアロードが死ぬと。聞いてくれ、カヨーデ。あんたは大きな勘違いをしている。あんたもアロードも大昔に一度死んでいるんだ。しかしあんただけが蘇ってアロードは黙れ。アロードだけでなくわらわさえもすでに死んだと。では、 わらわの記憶に残るアロードの声は、仕草は何なのだ。こんなにも鮮明に残るあの子の記憶は一体何なのだ。それはザッパス。ザッパス。<笑>なぜ誰も答えない。 全員死んでいるんだ。この城にあんたが知っている人間は一人も残っていない。これがその証拠だ。アロードの遺品の首飾りだよ。なぜお前がそれを。それはわらわがあの子に渡したものだ。彼の孫である人から預かったんだ。孫。
わらわのアロードを奪ったのだ。憎い。たかだか平民の女が皇帝の嫡子であるアロードをたぶらかし、わらわから奪うなど許せるはずもない。 わらわのアロードは確かにもうこの世にいない。だが決してあの女と共に死んだわけではない。あの子はこの城で息を引き取ったのだ。この城で息を引き取った？あの記録と話が違います。記録ではアロードは跡目争いに負け追放されたと。 そうだ。それにあのおじいさんだってそう言っていた。事実ばかりが歴史に残る。そのように考えているのか。事実は歴史のように美しくはあらぬものだ。でもアロードは一度城を出たんだ。どうして戻ってきたんだ。確かにわらわのアロードは争い事が嫌いだった。 自分から跡目争いを放棄したっていうのか。そしてどこの馬の骨とも知らぬ若い女と共に。あの子は平民の骨でもしかし。許せなかった。わらわが次期皇帝として認めるのはあの子だけだというのに。 ゆえにわらわはあの子を見つけ出し、城に連れ戻し、もう一度教育を施したのだ。教育？全てはあの子のためだった。あの子に正しい道を歩んでもらうために。He killed him. そして、もうどこにも逃がさないために地下牢に閉じ込め、毎日毎日教育を施した。 それでも監視を説き伏せ逃げようとしたあの子から、わらわは爵位を奪った。そして貴族採血権の行使を可能として、自分の子供に貴族採血権を。そんな。教育は完璧なはずだった。あの子はもう逃げる気力も何もかも失い、 完全にわらわのものになった。再び帰ってきた。ではなぜアロードは死んだんだ。ある日従順になったあの子を褒めてやるつもりで、わらわは久しぶりに城の屋上へ連れて行ってやったのだ。だがあの子は屋上から落下し命を落としてしまった。あともう少しで教育は完了するところだったのに、 なぜあんなことに。受けられるはずがなかった。教育？やはりあなたのしていることは虐待ではないか。子供を死なせたなんて。小娘、子を持たぬ貴様に何が分かる。わらわは子供たちを城に集めた。あの子と同じ髪や目、同じ口元を持つ子供たち、 今度こそは失敗しないために、次の正しき皇帝となる嫡子を作り出すために、もう二度とわらわの元から離れない子を作るために。なのにどんなに子供たちを教育しても、わらわの魂は空虚になっていく。どの子もあの子のように笑わない。 あの子のようにわらわを母とは呼ばない。焼きごてを背に押し付けようと、無知で何と打とうと同じことだった。空虚なわらわを満たせる子は現れなかった。だからわらわは教育に失敗した子供たちを
親の元に返した。そうですね、アリス。この北帝国に伝わる伝承、魔女と聖なる皇帝の物語、かようで皇帝。あなたは子供をさらった魔女であり、そして聖なる皇帝であるのでしょう。つまりは壮大な自作自演だったわけね。そしてザッパスにも偽りの記録を取らせた。全ては過去に起こった大量誘拐事件を隠蔽するために。何がおかしい？魔女とはよく言ったものだな、小賢しき平民どもめ。生き死になどもはや問題ではない。わらわの身がよみがえりの泥人形であろうと何の関係がある。貴様らが北帝国皇帝に働いた不敬の数々、許すわけにはいかぬぞ。不敬と来たか。どうやら解き伏せるのは難しいようですね。死なぬ身であるならばちょうどいい。わらわはこれからも探し続けよう。アロードの代わりとなる子供を。今度こそ完璧な子供を探し、次期皇帝にふさわしきアロードを再生してみせる。その前にお前にはなすべきことがある。なんだ？またお前か。わらわに子供たちを集めようと語りかけてきた天界の使者。まさかこの者の指示で。第四代皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス、お前がよみがえり権限したのは聖への執着。常にその執着を強く保たねば、その泥の体は崩れゆく。なんだと。カヨーデの体が。なぜだ。わらわはまだ死ぬわけにはいかぬ。アロードに、アロードに会うために。アロードは死んだ。受け入れたはずだろ。アロード、わらわのアロード、あの子が死ぬはずがない。あの子なしでは、わらわは生きている意味がない。一体何が起こっているんだ。蘇った体が崩壊しかけるなんて。原因は推測しかねます。ただ一つだけ分かることがあるとすれば、彼女が自らの存在意義を失ってしまったことでしょうか。存在意義。お前のアロードの存在を否定したのは誰なの。なら目の前の反逆者たちを手にかけてみせよ。さすがにその体は再び生きたものとしてこの世に権限することだろう。そうだ、わらわのアロードを消し去ったのはお前たち。わらわではなくお前たちがアロードを殺した。わらわは皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス。アロードなき世界と我が存在を受け入れることはできない。全てが失われたというのならば、全てを再びこの手に取り戻せばよいだけのこと。価値なき者どもよ、わらわの邪魔はさせん。貴様らを葬り、再びアロードをわらわの手に。はい、should have done this in the beginning. Oh. Thank you.
わらわのせいで自分を責めている無本人がこれを受け取ってくれあの子はお母様その声は僕が命を何もちろん初めのうちはしかし お母様の過剰な、それはお母様に他に。だから、そこにお母様の。なぜ？ではなぜ？なぜ、わら。見捨てたわけではありません。だからこそ、僕は耐えきれず、腹でも。そして、僕は地下牢に閉じ込められて、その行為に。なんだか、いやいや。 理解に苦しみならばなぜ飛び降りた。あれは事故などではなかったはずだ。僕はお母様にとっていつも一番の息子でいたかった。お母様が僕を失えばその順位は永遠に揺らがぬものとなる。なんだと。お母様、 僕が望んだのは平民ごときと築く温かい家庭やましてや好意などではありませんでした。ただ一つ、あなたからの揺るぎない愛だったのです。そしてそれは十分に与えられました。ハロード。 Why is this fucking storyline super freaky? Nandaka. Fushigina Aisho Hyogen da na. Koyu oyako kankei mo aru no kana? Harold wa Warawa o nikunde inakatta to iu no ka? Douyara sou mitai da na. Zuibun to kussetsu shita ai o mukeau oyako datta mitai da kedo. Dou suru? まだ俺たちと戦うか。遠慮しておこう。わざわざお前に手を下されなくとも、わらわはいずれ天界に召されるであろうからな。そうか。あんたに聞きたいことがある。皇帝に対し相変わらず不敬なことよ。一体なんだ。子供たちは一体どこにいる。これが地下牢の鍵。 Sorry, since we're actually salaried, I still have to reply to emails. Sonata. Tenkai ni te futatabi au koto ga areba. Warawa no sokkin toshite mukaete yaran demo. Oh boy. Wa ga musuko no koe o todokeru to wa. 大した手柄さ。褒めた。では。そうですね。リネルとフィゼルが心配です。キリト君。いや、ペンダントはメインビジュアライザーにある。オブジェクト。仮にだ、たとえフラクトライトが消滅したあとも。多分そうじゃないかな。ああ、アロードのペンダントは。つまりアロードの魂は、そして火曜でと出会ったこと。なんだか不思議な現象だけど、僕は剣という物体で。物体に宿る魂ですか。彼らが命を落とした場所には、それは装飾品や愛犬、何せよ何らかの術式で肉体。それがカラントによって。とはいえ、 そうですね。ああ。
ことこのイバラはカラントから生じたもののようですアリス俺がカラントを切って子供たちを解放するわかりましたお願いしますがほとんどゼロに近いわすぐに治癒しなくちゃああ頼むまさか海王で皇帝がこんなむごいこといやきっと海王でじゃない海王では過去の伝承でも子供の命を脅かすようなことはしていないはずだしかしだとすれば誰が何のためにこんなこと許すわけにはいかないリネルとフィゼルのディープフリーズを解きます。ここはアリス様。あなたたち一体何があったのです。師匠を師匠を早く助けて。頭巾の男に師匠が。頭巾の男。またそいつが。だが、今はともかくディソルバートを助けよう。ええ、そうですね。If we fight him and he's only like level 40, like, oh man, that's gonna be disappointing. システムコール。ディソルバート。失ったものの代わりに中途半端な代用小さな子たちを守れた気違うそれすらリネ最高司祭アドうわ随分とでもこれだけはあなたが守るべそうだ我はそうね我ら人海と最高質ええそれが Uh-oh. You fighting this dude? デュソルバート殿意識が戻りましたかディソルバートシンセシスセブ必ずや任務を遂行してみせるあれパイエティモジュールかもしやパイエティモジュールに影響が一体なぜ最高司祭ゲーガからの直令により反逆者を我が炎により殲滅するどうやら戦うしかないようだねああ、半端なく手強いだろうが、どうにか正気に戻そう。それじゃあ、本気で行くぜ、デソルバート！あなたをもう一度、
相手取りたくはなかった。だが再びその時が来たならばお相手するまでだ。勝士トガビト殿、再び我が炎の鉄槌を受けるがよい。 Let's see. Come on.Oh, really? I'm probably over leveled again, but goddamn. Waga Sonzai, Sureva, Psycho Sai Gaka made his tongue of Kotonomida. Anata Tuscan Kyojin Nakisa. So, Steven no Shinji Mono in Tasta. Dare you must sink in that.今だってそうだ。あなたはリネルとフィゼル必死で助けようとした。それが本当のあなたなんじゃないのか。だからこそ僕はあなたに自分を取り戻してほしい。この世界で何を信じるべきか、何を守るべきか思い出してくれ。無駄口を叩くな小僧。そう言われるのも久しぶりだね。だがあの時よりも僕は成長している。はぁーエンカンスアーマメント、避け青バラン。あなたの信念取り戻してくれデュソルバートさん。あなた誰かがまた肩をゆすり我を揺り起こそうとしている。だがその手に触れることはできない。我が手を伸ばしたところでそれは遠ざかる。あの温かい手の感触は我の幻想、我の弱さ。失ったものを求めたところでそれは決してもう二度と戻ってくることはない。守ることなどできはしない。手を伸ばしたところで師匠、師匠、師匠、起きましたか？もう師匠がこんなところで死んじゃったら私たち聖騎士になれないじゃない。師匠のバカです。すまない。もうなんで師匠が謝るの？お説教されるかと思ったのに。変な師匠ですね。アリス、大丈夫？怪我はしてない？ええ、私は平気です。そう、それならよかった。アリス・ツーベルクの体が心配ですか？約束した通り傷をつける気などありません。違う、今は君が心配だったんだ。なぜ？だって今ここで戦ったのは君だろ。ユージよ、あなたは不思議ですね。え？アリス、ユージを何話してるんだよ。いえ、たとえ失ったものがあったとしてもそれはまた形を変えてそばにあるのかもしれないと思ったのです。ん？どういうことだ？さあ、どういう意味でしょうね。なんだよ、教えてくれないのか。
ほら、それよりも早くガラントコアを。ああ、そうだ。早く切らないとな。けど、その前に。ないな。キリト君、どうしたの？いや、さっき火曜での墓で見たような種子がないか探したんだ。でも見当たらなかった。そう、不思議ね。カラントコアを切った後、迷惑をかけ。いえ、ご無事。久しぶり。それはだが、我はやはりお前は優れた。デュソルバード。その前に、うん、この大馬鹿者ども。意味がわかります。先ほどは意識を取り戻したばかりだった、うん、まあ事の発端は二人が抜け出したことだからかな。どうやってリネルとフィゼルを見つけたんだ？我は港は皇帝の従者らしき者が巡回していたため。そしてあの力。ああ、力。我は子供たちを助けようとしたが、カラフがいないことだ。仕方ありません。かたじけない。それで。うん、眠るリネルと。そういえばエルドリエが襲われたのも頭巾の男について。やつは眠るリネルとフィゼルにて、そして炎の矢を放。ああ、だがやつはデュソルバートさん、うん、そしてやつは我に接近し、デュソルバート殿を眠らせ、リネルとフィゼルは、うん、私しろ。ええ、私たち道の途中でそいつディープフリーズでね。リネルとフィゼルにもディープ。その事情は今。そうだな。さっきカランと調べたけど、もしかしたら。なんだ。その頭巾の男が。その可能性はあるな。しかし、何がだい。まず。子供たちの天命をあのカラントを介して吸い取るなど禁忌目録違反ではないのか。その頭巾の男の所業だとしたら、一体彼は何者なんだ。そうだな。普通ならこの世界において殺人が起こるはずはない。殺人という概念を相手が持たない、もしくはまた別の理由でしょう。法の抜け穴をかいくぐろうとすることは可能です。魔獣があふれた現在の異常な人海の状況ではなおさら。火曜伝をもう一度問い詰めてみよう。何かを知っている可能性がある。この声、火曜伝玉座からだ。それでも子供を愛していたんだな。とはいえ、真相、仕方がないよ。しかし本件はやはり火花のままでは。メディナ救世主様。いや、な、村に報告へ行きましょう。でもあの村以外でさら。その手配は我。じゃあ
やや納得しかねる理由での勝手な行動は。では我らよろしく頼むぜ。了解よ。それじゃ行こうか。 Wait, where did that chick come from? あれから俺たちはディソルバートたちと別行動を取り、村に住む子供たちを家に送り届け、失踪事件についての報告をした。子供たちは精神的なショックを受けていたが、親元に戻ることができて安心したようだった。幸いというべきか、子供たちに天命を絡んだに座れ、衰弱していた時の記憶はなかった。Oh, look at those texture pop-up. Asuna got Jinsok and Chiyu's to c r e t a k a必ずや民を救う。メディナは先行し、ルーリットの村を目指したようだ。My boy。Where are we at? What the? Alright, not about here. Travel to the next area. Let's see if we can do some plants before we proceed. Huh.
come out, come on. Unfortunately, I can't hunt the big ones yet. I think they're like level... Yeah, like look at those level requirements. It's like... It's too... The requirements are too high. So I might need to like... Tell me it's on top again. Huh? Shit. Yeah!
let's just move on. We'll do those hunts later. Why wouldn't you just let me teleport there? Oh, okay.行こうか。 Ha!
That's a. Let's go. He's pretty weak. He's pretty powerful. I kind of seeing where it's going, so Medina is essentially gonna blame Alice for not letting her in. She doesn't want to get the lost children of Vecta enslaved, yada yada yada, and then there's gonna be a conflict there, so. Yeah, I kind of am seeing where the threat. I don't know if I'm right, but. キリト君、ここは私たちが抑えるわ。ありがとう、アスナ。キリト、行こう。セルカとアリスが心配だ。
それじゃあメディナとみんなは。分かった。みんな行くぞ。はい。メディナ殿。あの姉様、助けに来てくれてありがとう。アリス。何ですか。遠慮があるんだろうけど、伝えないと後悔することもあると思うぜ。友達の受け売りだけどさ。私はアリス・ツーベルクでは、あの子の娘でいる姉ではありません。そんなこと関係ないだろう。アリスは自分の守りたい人を守ったんだ。姉様、セルカ、たとえ私が、あなたは私に。姉様は、いや、だからありがとう。Alright, hopefully this is the end of the chapter. I don't know. お疲れ様。ガラントは切った。本当、アリスさんも。いえ。メディナ様、次の。今は待機していて。はい。That's odd.あなたに聞きたいこと。冒険者の彼らはた、なのになぜ。いいえ、話もせず。そうだ、この北帝国の民を守る。いや、この衛兵が信用でき、事実この衛兵、そして対策本部は慢性的な。私は彼らに接触し、来たそれがこの。だからといって命令ならば、また二人の意見がぶっ。なあメディナ、メディナにも考えがあったんだよな。そして武功を立てる。やっぱり何を言っているのです。キリトは確かに最高司祭さ。それには事情があった。なぜ話してくれなかったの。悪いメディナ。この人界を取り巻く様々。私は救世主様。どこに行く気だ。魔獣を狩りに行く。人界の民を守るため。メディナ、今は引き止めても無駄。ああ、
I guess I'll end the stream for today. I could have sworn it'll end already. But maybe I can report back to the capital and see what happened. Alright, you know what? Yeah, let's see if it ends the chapter. Or, like, I don't know. Let's do a hunt. Party. Where's my boy? Gotcha, bitch.
second.食事なら王都に着くまで。なんで俺の家を。まあ、キリトといい。でも、ねえ、王都。トシコ、あと、半日。さすがに私たち。それは不可能です。なんでだよ。わかりませんか。まさか。そうです。調査資金を預かって。<笑> ねでもちょっとしたものな。そうそう、金銭の貸し借りは進めません。空腹ぐらいどうと。いやダメだ。キリト君、腹が減っては戦ができぬって言うだろ。待て、メディナは一人旅してたんだよな。それから俺もそんなことをしている場合。いいだろアリス、 すぐちょ、よし決まりだな。余計な世話。お前、私のことを心配し、そういうんじゃないけど、メディナからもし、ムカつく。アリス様はあれから、いや、そうか。こんなこというのもちゃんと話をした方がいいんじゃ。分かっている。 アリス様に何を言えばいいかもわからないし、言葉が喉元まで出かけては詰まってしまうんだ。それに私は間違ったことをしたとは思っていない。だから、お前は私が悪いと思っているのか。おお、スイート、マイプロセッサー。いや、そうは思ってないよ。 He's coming in. いい、まあ焦らなくったって。そうだろうか。あ、おい、そこの貴様。ああ、物質的な態度を取り申し訳。貴様ら、私の、うん、マルル、妻でも猫。つまり、マルルは誰よりも美しく。もしや、 マルル、 ダメだ、鼻。 ともかく落ち着いてください。 マルルは白亜の超。いや。
猫の…そして、世界に一つ…ああ、それは特徴になりますどのあたりでいなくなった…資料地の視察中、こんなことになると知っていれば視察にマルルを帯同させることはなかったもの私たちでよけ…メディナ…ほう…私たちは氷協会の大…こちらはキリトオルティナノス…おい…オルティナノスケは、もしも貴様のようなものがマルルを見つけられ…今のお言葉、しかと…な…猫のことに関しては…ふん、ほざけ。それは、ちなみに、あなた…生意気な…私は、ダイモン・アルティミ…愛病会…メディ…愛病会は、北帝国の猫好き…いや、すごく真面目に言ってるけど…何なんだよ、うん、恐れ…いかにも…猫杓子って…それでは、せいぜい探し尽くせ。オルティナノスの小娘と…ね、何ですか、この…マルルは背脂がたっぷりと乗った精霊魚が好きなのだ。もし見つけた時はこれ…精霊魚だと…ちょっと…ほう、驚いたか。精霊魚、私がどれだけ待…では、急ぎ探せ。私の別荘はこの近くにある。見つけ出したら必ずや訪ねてこい。よっ、マルル。人に頼んで…ともかく、猫を探し…もしかして…いや、猫が心配だった。そして…なるほどな。とはいえ、ね…ん？いや…にしても…この精霊魚は、匂いが…つまり、魚の生息地…なるほど。ああ、わかった。Fucking filler episodes, you know what? Yeah, fuck that. End the stream for tonight, because it's too late, and I need to go to bed, and... Holy shit, that's a lot of side quests. Well, it's fucking the main quest, but it's fucking designed as a side quest, so... Ugh, I don't know. And I'm sleepy. And have a early day tomorrow, so, no. All right, guys. See ya.